ちゃ食いつくな。仲良く食べるね。美味しいの？このね、おやつあげてみたんですけども、ネコリというおやつですね。猫はですね、高齢になると腎不全になる確率が高くなるらしくて、それはね、前の動画でも言ってると思うんですけど、まあ、生肉とかをね、あげてたら水分もまあ取れるので、基本はね、こう腎臓とかにまあ問題はないんですけど、中にはね、肉が食べられない猫ちゃんもいるはずなんですよ。まあ、そんな猫用に作られたおやつらしいです。ちなみにこれ、病気の猫も食べれて、水分もね、ちゃんと取れるので、猫もね、健康な体を保つことができると。美味しかった？今回はね、ネコリというおやつ紹介したんですけど、今原材料名とかも変なね、添加物も入ってないんで、安心してあげられると思います。今ならお得に買えるリンクをね、概要欄に貼っておきますので、ということでね、食べたいのか、また次の動画でお会いしましょう。